クラバトミサブロー・クラバトミサブローから1945年8月26日は日本の実業家、水産学者。英名はトミサブロー・アワジアグラバー。ただし母標に刻まれた名はトーマス・アルバート・グラバー。名字のクラバはグラバーをもじったもの。幕末から明治維新にかけて活躍したイギリス人貿易商トーマス・グラバーと アワジヤズルの長男として1871年1月28日、長崎に生まれる。母は、カガマキとする説もある。また養子として迎えられた、イギリス系日本人であったとも言われている。長崎の科博理英和学校を経て学習院を中退。後に、アメリカのオハイオウェイスリアン大学と、ペンシルベニア大学で、生物学を学び、1892年に帰国後。 父の起こしたグラバー紹介からのれんわけしたホームリンガー紹介に入社。また、長崎気船漁業会社を起こして、イギリスからシンクマルを輸入し、日本にトロール漁業を導入するなど、第二次世界大戦前まで長崎の実業界にて活躍する。妻も日英根結の中野和また、長崎魚市場から収集した水産動物の成功な図布、日本西部及び、 南部魚類図譜いわゆるグラバー図譜を編纂した。太平洋戦争開戦後、イギリス人との混結児だった富三郎は、スパイ権威をかけられ、官権の監視の下で不自由な生活を強いられた。戦艦武蔵建造の機密保持を理由に、グラバー帝を退去させられたり、1943年に和歌に先立たれるなど不幸な晩年を送り、さらに原爆投下により、 故郷が壊滅したことが追い打ちとなり、終戦直後の1945年8月26日に長崎の自宅で首吊り自殺を図り死亡した。去年74。遺体は長崎市の坂本国際墓地に妻和歌と共に埋葬されている。両親の墓とは隣同士である。市に先立って日本西部及び南部魚類図府の 寄贈先より会社の渋沢慶三に遺言状でして、その後渋沢は長崎大学水産学部に寄贈した。ありがとうございます。